最初羊猿は、君として知られる、中国の歌手、ダンサー、ラッパー、シンガーソングライター、俳優。2018年、中国のリアリティ番組、偶像練習生の決勝戦にて約4700万票を得て、チャンピオンとなり、中国の男性アイドルグループ9%のリーダーセンターとしてデビュー。2018年の7月に、くは、彼自身の音楽活動のために、 個人事務所を設立した。翌月の2日には、君としてのファースト EP 版1を発売。ファーストトラックのプルアップは中国で大ヒットとなった。2019年の2月には、初めての君名義での中国語のシングル、ノーエクセプションを発表し、同年4月より北米、UK ツアーを行うことをアナウンス。海外公演も盛況に終わった同年6月には、 君明儀での EP 版、ギャングを発表。その後、同年10月に所属していた9、9%は解散した。IGE で放映されているオーディション番組、青春 U のホストを務めている。2020年2月より、中国やアジアマーケットに向けに、厚生コスメポート株式会社が、日焼け止めスプレーのサンカットのイメージキャラクターとして起用している。 ありがとうございます。